脳量とは、左右の大脳半球をつなぐ、高連繊維の太い束である。大脳の成虫深く、すなわち、大脳従列の底、側脳室の背足壁に位置し、左右の大脳皮質の間で情報をやり取りする、経路となっている。人の場合、約2億から3億5千万の神経繊維を含む。大脳の溶石と比較した相対的な脳量の断面積は、 女性の方が男性よりも大きいとする研究があるが、これに反証する大規模なメタアナリシスも報告されている。近年になって実験手法の発展に伴い、核散強調 MRI などを用いて、断面積以外の要素に着目して男女差ありとする研究も報告されるようになってきているが、男女差なしとする研究も依然として報告されており、確定した結論が得られない状況である。 脳量は神経管から発生し脳の回転に従って分側と微速で丸く折れ曲がる。脳量繊維の随章化はゆっくりと起こり完全に随章化されるのは思春期頃である。随章化は脳量の後部から全部に向かって進む。脳量の位置を様々な方向から見た動画。脳量を赤でそれ以外の部位を半透明にして示してある。 能量は左右の半球を結合する繊維がむき出しになった部分と見ることができる。能量繊維は一方の半球から他方の半球へ信号を送る高連繊維の中でも最も重要な一つである。左右の半球は他に全高連五高連などの繊維で結合されている。能量はより外側では能量繊維は大脳半球の白質に渦漏れ。 小中付近でだけ農量として現れている。農量の外側端は、体上界の複側端と、側脳室の外側端である。体上界は、農量の全体を取り巻いている。その内側で、農量は、側脳室の背足壁をなし、さらに背足では、大脳従列の雲膜下空に軟膜を隔てて、接している。正中部では、複側で透明中核に接している。 能量の紛速炭は大能の丸みに沿うような形で折れ曲がっている。そこでは、能量は透明中核及び側脳質を半球の白質と隔てている。微速炭も幾分複足に曲がっているが、折れ替えるほどではなく、能量膨大と呼ばれる飛行を作って体上界に包まれている。MRI による研究において、能量の形、大きさには、 精査があるという報告がなされており、大脳の容石と比較した相対的な大きさは男性よりも女性の方が大きい傾向が報告されている。ただし、大脳の容石は男性の方が大きく、脳量の大きさの絶対値には精査がない。また、脳量の大きさの精査について否定的な結果も複数示されている。ただし一部には、脳量の精査を 男女の神経心理学的な差。例えば言語機能が男性の方が片側優位であるのに対し女性では両側性であることなどと結びつける説がある。脳量繊維は高連繊維であり、ある皮質領域から体側の同じ領域、または体側の異なる領域へ信号を送っている。脳量の部位とそこを通る神経繊維が結合する脳の部位は、 ある程度一致的に対応している。例えば能量全部は左右の前頭前のを、中部は左右の運動領域を、後部は左右の四角やを結ぶ繊維からなっている。左右の半球で連絡の多いところと少ないところがあり、例えば手足の近く領域は半球間の連絡を全く持たないが、四角連合矢は左右で密接に連絡している。転換には、 脳量を通って信号が激しく行き来する病形がある。このような症例に対して脳量の一部を切断する手術が施される。ただし脳量が病態においてどのような役割を負っているのか、脳量離断術がなぜ効くのかはよくわかっていない。チョコーレも多いがあまり効果のない例もあり、新種の大きさも嫌われて最近では薬物療法にとって変わられつつある。 このような手術によって左右の大脳半球が分離された状態のことを分離脳と呼ぶ。分離脳の患者から様々な認知神経科学に関する知見が得られている。欧米で報告される多発性硬化症では脳量病変を伴う場合が多いが日本では脳量病変の報告は少ない傾向にある。しかし多発性硬化症としては感度、 得意とともに高い所見である。高血圧性出血による脳量病変はほとんど存在しないが、高速は生じ得る。脳量防大部が高速の後発部位であり、特にキャギチルの症例では多い。その他、AVM による出血なども報告されている。ニカワガ種、性細胞種、肺細胞種といった脳腫瘍のほか、悪性リンパ種、転移性脳腫瘍で、 脳量病変は存在しうる。大脳釜による脳座症や脳ヘルニアとは別に微慢性軸作。損傷では脳量に T 年長病変が認められる。しかし、病理学的には異常は認められない。慢性アルコール中毒患者に生じることが多い。主にビタミン B 群の欠乏が原因とされている。脳量に病変が後発する。急性散在性脳脊髄炎、脳症。 代謝異常、血管炎、腎不全、電解質代謝異常、経攣重積、外傷でも起こり得る。マーズとは、脳炎、脳症症状を伴って出現する、脳療法大部病変のことであり多くは、DWI で高信号を示し、GD 増強効果を認めない。多くは1週間以内、長くとも1ヶ月以内に異常信号域は消失する、汚後良好な疾患とされている。 臨床症状は異常信号を示す障害部位に一致せず、部位特異性の基準も不明とされている。疾患概念としては未確立の点も多いが、マーズを認識することで不要な検査を省略できる可能性が提唱されている。日本語のオープンアクセス文献、ありがとうございます。